I'm not afraid to die.
君に甘い道はこちらの嘘Hey, love the heat, it's a minor goxion No rap, 浴場とレア触れた場所は皆熱を持つ柔らげになり余るロボ声で甘えた声の身が動かない踊る声のまま影が差し込むには声だ狂った空が狂うだけ感情リミ体調気味今宵も止まない雨も夜乾くことのないアスファルト水泳 Hey 彩りが実は絶対強いのの休まぬハンドメス届けた体は熱を増す壊れ果てたおもちゃの行く末で甘えた声の願いは止まない踊り上手なまま汚れた鍵をこじ開ければほら明日もきっと
Yeah.
大阪、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 ようこそサディ10周年記念ワンマンディケアドームサンです。楽しみに待ってくれてますが、ありがとうございます。まあ10周年ということで、僕たちもサディもね、もう3月なんですけども、無事10歳になりまして、今日という日をずっとずっと待ちわびてました。今日は天気にもね恵まれて、雨って言われたんですけど、天までも味方につけて、今日という日が迎えました。ありがとう。せっかくなんで、普段僕たちもあまりライブの本編では喋らないんですけども、一人一人メンバーに今日という日の意気込みを聞いてみたいと思います。水木君。イエーイ、イエーイ。どうしたどうした、うるさいなうるさいな。イエーイ。今日も外やからもうどんだけ声出しても大丈夫ですから、もう外公園やからね。向こうら辺の子供がやってくれる。っていうか僕から振ったらないつもと同じやんな。こう言ってな、何の変化もないですけど、まあでも本当に週間天気予報では晴れで、目前で雨になって、前日に晴れに変わるということで、晴れ男晴れ女の皆様ありがとうございます。本当に初めてのこう野外のワンマンなんで、すごい開放感に満ち溢れてるんですけど、みんなもどないなの、溢れてる感じ、外って感じ。もう狂って帰ってください。はい、今日はよろしくお願いします。それではケイ君。拙者か。いや、何事にも晴れてよかったでござるね。本当に思うでござる。こんなところまではるばる来ていただいて、かたじけないでござる。いや、ごめんな。ごめんな。今やね。今日はあれ、クレーンでござるか。クレーン、クレーンでござるよ。あれ、みんなも映るでござるか。映るでござるよ。映っとけ。ピースしとき、ピースしとき、ピースしとき言うて、はいね、ピースしとき、ちょっとしかせんのかい。え、聞こえ。あ、大丈夫、大丈夫。まあまあ楽しみましょう。はい、それではツリー君。イエー。意気込みはですね、意気込みはめちゃくちゃあります。ありすぎて、ありすぎてね、迷彩のね、始まり、音玉っつって、ドーンって呼んでんか。それが、俺忘れてたんですよ。忘れてて、真横にいっとっ
ったんですよね。こっちの耳が鼓膜破れたかと思って、俺1曲半ぐらい耳大丈夫かなっていう心配ばかしてまあ大丈夫、今はもうだいぶ治ってきたっていうことで、ね、まあ、入場する前はすげえ緊張してたんですけども、ファンのこの、あの入場して来た時にね、すごい笑顔を見れた時に、何の緊張もいらんなという、感じで、あのすげえ心の中から俺も笑顔出てきたんで、あ今日はすげえいい日になりそうだなと、はい、思いました、まあ俺なかなかと喋ってもあれなんで、今日は精一杯自然体で、楽しみたいと思います。ぜひとも皆さんも楽しんでください。ありがとうございます。それではうちのリーダー秋くん、はい、ね、今日集まってくれてありがとうございます。いつも支えてくれてる人たちの中で、まあ来てくれた人に少しでも返せたらなって思ってるんで。佐藤寒いよね、まだ寒いよね。じゃあ早く暑くなってください。それでは行きたいと思います。やっぱ慣れないことをするとですね、なかなか空気が難しくなるんです。まあでもこう野外なんで、まあそういうのもありかなって思います。まあ今日はでも本当にサディの10年のこの奇跡をですね、この時間の流れとともに日が欠けていけばなと思ってます。そういう演出の込みで、自然の演出の込みで、今日の一日を楽しんで帰ってください。いい顔せけいい顔せけ、一緒に歌ってくれるかい、一緒に歌ってくれるかい。ただ誰かを見返る。
殺ってこい。Cross for the purity.
Just give me some of that. So now you're gonna have to be with me, so it's my mind. Cry.
てが終わる。Stay free, go! I'm the power, stay free, stay free, go!
くれ。
Thank you.
だいぶ時間も経ってきて、日もそろそろ暮れてきました。10年間ずっと大阪でやってきて、ここ大阪城や運動でやれることに改めて感謝したいと思います。ありがとうございます。全国からいろんなところからみんなここに駆けつけてくれたと思います。最後この曲をみんなのでっかい声で空に向かって叫んでください。ラストWe'll be right back.
大阪イエーイ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 、アンコールどうもありがとうございます。めっちゃええ具合に火がかけてきたんですけどね、それとともに気温が下がってくるんだよね寒いやろ、汗が冷えてきて寒なってくるじゃん、なあ、せやろな、温めるってそんなここは無理やろ、ああ、いやほんまにね、まあ我々初めての野外でね、まあすごい、なかなか見たこともない、初めて見る景色で、すごいやってる時にですね、ものすごい気持ちいいわけですよ。大体まあずっとライブハウスでやってきたんで、こう天井が大体決まってて、後ろにはもうね、入り口の壁とかがもうあるんで、こっから見る景色っていうのはもう本当に空がずっとついてるんでね、本当に一回ここで立たせてあげたぐらいです、本当に。まあここに立つには相当な苦労がいるけどね、ほんまに結構貧しい生活もするよ、ちなみに、まあ、それを耐え抜いた者のみこそがここに立てます。はい、どうですか水くん。イエーイ、たらうるさいわ。いや、普通こうやって、うん、逃げて、ね、普通逃げて外に飛んでいっちゃってこっちに来ないんかなと思ったんですけど、そう、俺小さいかな思ってたんですわ、 外やからどうしてもね、風があるしこう吹いてるし、なんか うるさい。いや、いいと思います、ありがとうございます。ほら、火も落ちてきたわ。いや、そうやね、うん、なかなかこれないよな、自然が作る照明みたいな感じだもん。いいこと言うとんねん、これは。いや、なんでめっちゃええやん、普通やん、全然ええことでもないし、普通やん、めっちゃ。別にそんな、わざわざ言わんでええことやん。なんでよ、言わしてよ、そんな。10周年ライブやから思って、ええこと言おう思とんねん。いや、なんや、ちょっとカメラ回っとるからって、そういうこと言うか、お前そういうこと言うか、そういう、ダメや、テレビ用か。え、テレビ用みたいなコメントか。カメラはほら、残るじゃないですか。そうです。まあね、そんなの。はい。だってお前、30年ぐらいにその、なんですか、もう DVD なんかあるかないかわかんないですけど、ね、それを見た時にね、うん、何言ってんの、このちっちゃいおっさんと思う、自分で突っ込んでまうこともあるじゃないですか。まあまあまあ、そうです、ね、そこをちょっと、抑えて抑えて、はい、ね、やらせてもらってんですけど、はい、どうしたの、髪伸びた。いや、伸びた、むっさけ伸びてるやん。でも昨日でむっさけ、こうやってエロいこと言ったっけ、バーン、雨雨雨雨雨って、やめで、エロいことばっか考えとったら髪伸びたんですエロいこと考えたね。いや、まあ、いろいろね、うん、いや、伸ばそうかなと思ってやっただけです、はい、うん、すごいな、ね、見えへん。いや、もう見えへん、俺も見えへん、もう、この 逆光と煙と、うん、どうしたこれ。え、やっぱ焚き火でもやってんじゃないのか、これ。誰が後ろで3枚やっとるやつ。もう季節、もう遅いけど、ライブ終わってからにしなさい。いや、今日だってさ、これ一番何が大変やったかというと、はい、今日リハーサルもまあもちろんここでやるわけですよ、はい、でも館内じゃないんで、うん、何をやるかバレちゃうんですよ、ね、あれ聞こえてんの。だからなるべく、よくやる曲をやってて、こう、あんまりやらない曲をね、うん、やってしまうとこう、ほら、ネタバレなのも嫌なって思って。みんな野外でやらはる方はどないしてはるんですかね。いや、嘘のやつやるんじゃないですか。あ、違う曲、嘘の楽曲をやらない楽曲を やって、実はいや、だからもうめっちゃやりたいやつあったのにやらしてもらわれへんのって。俺もやって久しぶりの曲とかあるわけじゃないですか。リグレットめっちゃやりたかったっちゅうね。それ赤なん言うて。そう、赤なん言われて、うん、ね、はい、まあまあでもこれもね、すごい、あとびっくりしたことに、まあ開演がちょっと押したんですよ。
あの僕たち珍しく準備めっちゃ早くできたんですよ今日、うん、気負いしてましてね。そうそう、あのなんならもうね早めにみんなもうメイクしてもう入りしたぐらいですよ。そうで、あのおのおの時間をね、うん、過ごしながらとかやってたんですけど、君ら先行物販並びすぎあのそのそれ待ちやった、ね、それ待ちでずっと始めなくてびっくりして、なんやね、うん、今日にかけて物販そんな買うんですかと思って、うん、普段そんな買わんくせに思ってびっくりするわお前ちょっと珍しいもん出したらそうですよ、うんうん、本当にそうね、そうです。しかもこのヤオンっていうのは、うん、あのおとどめ時間とかね、やっぱある程度決まってるんで、ほら、うん、ね、もう CA なんですか、なんか分かんないですけど、うんうん、あれだよね、うん、近隣の方がほら、もう寝ちゃうこともあるんで、そんな早く寝へんけどな、まあ一応この8時うるさいってなるじゃないですか、うん、そうですよ、まあでもね、まあ、かけなくしたいと思うんですけど、まあでも本当に10周年、いろんなことがあったんですけど、こうやってね初めて新しい挑戦というわけでここにね出してもらって、本当に改めてありがとうございます。なかなか、まあ、ずっとねバンドしててここでやれるなんて思ってなかったですし、もっと言うならば10年間もサディをね続けられるとも思ってませんでした。でもこれが今10年前からもう10年の時を経てここに立てるというのは、みんながずっと僕たちを愛してくれたからだと思います。その感謝の気持ちをみんなにこの曲で返したいと思います。聴いてください、トゥルーワード。
ありがとう。Yeah!
いける、いける。改めて10周年ありがとうございます。こっからは頭で祝ってほしいな思ってます。いける大阪、頭飛ばせる、おっちゃんもおばちゃんも飛ばして大丈夫、2日後に来るから痛みは。いける、いける。外で頭踏んの気持ちいいね。頼むよ、勝負です、ヘッドバーキングショータイムです。行くぜ、かかってこいよ。
Right here, rest out in the muffin.
Oh,
遠く離れてても10年っていうね歳月がつないだものだと思いますので、まあ、隣にいる人が友達だろうが初めて会おうが関係なくここに来た10周年っていうのを一緒に見守ってくれた仲間という意味を込めて手をつないでください。
手つないだ？つないだ？つないだね。その手を忘れないでくださいね。じゃあ、せーのでジャンプして終わろうかなと思います。手汗とかどう？じゃあ本当に改めてサディ10周年を見守ってくれてありがとうございました。せーの、ありがとう。マー君さ、ちょっと1個提案ある。どうした？あの、俺いつもね、うん、ファンのオーディエンスの写真撮る、うん、あのさ、一緒に撮ろう、5人で。俺らはそのアイスまあ、俺はええねんけど、アキ君がなんて言うかね。そこやアキさん、何とぞ。はい、特攻には気をつけてください。丸焦げになるとこでしたんで。そう、なんか、そうね、ハウリングの時にガーって、またいってね、全然届いてないやん、ええじゃん。まあいいや、俺の話がちょっと腰折れとはい、ね、そう断りづらい流れを作られてしまったんで、ね、必死な顔して、あかんで、まだ気づいてないの、はい、そうですね、うん、全く伝わらなかったですね。何やろ、なんか集まるきっかけか、なんかあったっけなと思って。いや、ないですね、火が、火が、はい、俺、丸焼けになるとこやった。鶴木先生、あの、はい、どこに行けばいいですか？あ、センター、あの、何？ここで、ここにいます。うん、はい、何だろうですか、写真の話を。だから、そこ座るでしょ、俺ら。で、こっち側向いて、カメラマンさんにこう、コントと。そうっす。はい、わかりました。じゃあみんなで撮りましょう。これ映んの？ここで誰が撮んの？誰撮んの？そう、小坂さん。あ、結構みんな入ってるみたいなんで、決め顔してください。じゃあいきますよ。はい、チーズ。もう一枚。はい、チーズ。もう一枚いきます。はい、チーズ。鶴木さんの、個人的な鶴木さんの個人的なカメラの方で、すいません。あ、来ました。鶴木さん、来ましたよ。はい、来ますよ。はい、チーズ。確認を一応。OK 出ました。はい。なるほどね。あ、そうか、そういうことだったね。あ、写真やったからこうなったんや。なるほどね。そっか。
今日会えて嬉しかったです。ありがとうございました。はい、またまたライブ会場で会いましょう。ありがとうございます。本当にね、10年こうして迎えられたの、皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。寒いでしょね、本当に暑い。私のハートの方が熱いわよ。風邪ひかないように気をつけて帰ってください。本当に今日はありがとうございました。ごめん遊ばせ。3人目になってくるとですね、喋ることがもう一緒になってくるんですけど、本当に10周年迎えれて、もうこれはもう紛れもなくあのファンの皆さんのおかげだと思っています。今日ね、入りした時に、自分たちのライブに、そうですね、そのアルバイトの子たちとか、いろんなその関係者の方たち、言ったら大道具関係の人たちとか、すごい、数の、スタッフさんがいまして、その時に、自分たちがこういうライブができるっていうのは、本当いろんな人たちの力があってこそだなんだなっていうことがすごくもう入りした瞬間に思って。なかなかこういうことってできないもんだと、改めて思いました。それを、みんなと、ライブできて本当に、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。10年迎えて、これからサディこれからサディ本当に心からまた応援の方よろしくお願いしますって俺は思います。ちょっと俺あんまり喋るのは苦手なんですよ。後で文字にする方がなんかかっこいいこと書けるんです。喋るときダメなんです。明日からまた、明日ね、メンバーイベントあるメンバーもいるんですけど、また普通の日常になっていくんですが、今日のことを思い出して、楽しい時のことを思い出して、また俺たちも頑張っていけるかなと思います。皆さんも、不意に俺たちのことを思い出して、辛い時とか、またこうね、くじけそうな時とか思い出して、ちょっと頑張ろうかなって思ってくれたら嬉しいですね。はい、本当に今日はありがとうございました。
ちゃんと喋れた。ほんなら帰るで。俺は物販立つからな。ちゃんとせよ、マオネ。じゃあ、また、後で。ありがとう。大阪イエーイ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 素晴らしい、ありがとうございました。いやもうこれ気持ちいいです、ありがとうございます。本当に、今日に向けていろいろイベントをね、台湾したり原点帰ったり、いろいろやってきましたけども、本当になんかすっごい幸せやなと思いました。本当にありがとうございます。本当にまさか結成した当初は、ね、10年も続くとも思ってなかったですし、なんやったらまあまあ今やからいいんですけど、僕なんか間に合わせやからね。いや知ってんねん、言わへんの知ってんねん。ギターが見つからなくてたまたま最後引っかかったのが俺やったんです。でもやっぱりこれも全て運命なんで、こうやってもう全て巡り合わせなんで、本当にこうやって出会えたのもスタッフもそうです、ありがとうございます。大丈夫です大丈夫です、大丈夫大丈夫、はい、あんまり声を出すあかん逆にそれをもらうから。でも本当になんか僕もまあ今日親来てますけど、クラスでは目立たないし、いるかいいんか分からへんような人間やったんですけども、そんな人間がね、何千人の前でこうやって喋ることができるようになったんで、なんかそれがみんなにも伝わればなと思います。本当に人生何か分かるあるか分からないんで、なんかそういう一つ一つなんかきっかけになって、 あいつ頑張っとるから私も頑張ろう、俺も頑張ろうって思ってもらえたらなと思って、10年やってきました。本当に、ね、だって誰一人、誰一人って言ったらあれですけど、名前も分かんないんですけども、すごいメッセージいただきます。すごい人生の支えですって言ってもらうと本当に嬉しいですし、まさか自分が中学校高校の時につけた名前が誰かの子供の名前になってたりするんで、本当になんか誰かの何かになれるってすごい幸せなと思います。本当にありがとうございました。まあ本当にいろいろあった10年ですけども、今日はおめでとうの日らしいですけども、僕からすれば完全なるありがとうの日なので、本当にありがとうございました。何回も言いますけど、ありがとうございました。はい、じゃあ最後待ってるんで、あ、ごめん、一個忘れた。脱ぎます。どうもありがとうございました。じゃあ最後、真央さん、もうね、みんな一人一人喋っ
でね、なかなかこいつもライブ終わって自分でバーって言いたいこと言って帰っていくんで、メンバーがどんなことをみんなに伝えてるのかが、まあ初めて今日みんなのね一人一人喋っていく姿を見届ける側だったんですけど、まあみんな一人一人ね、やっぱキャラクターも違えば、ね、思ってることをね伝える内容もと違うんですけども、でも一つやっぱりみんなが共通して思ってることがきっと感謝という気持ちだと思います。まあ本当に僕も10年前にですね、まあ、このサディを作ろうと目論んだ、まあ主犯というかね、まあ僕、まあ実は前ねバンドが、やってたものがね、まあいろんな流れがあって亡くなってしまったんですよね。で本当にやっぱりその時はですね、いろんな悲しみとか憎しみとか、もうそれのみだけでサディというバンドを忘れました。メンバーとの本当の出会いも、まあ、正直アキ君とは昔やったバンドの時にちょっとね喋ったりして、鶴ちゃんもギリギリ知ってたぐらいで、僕は本当に知らなかったんですけど、もう一つ死ぬ気でできるバンドを最後にと思って、まあそれこそ本当にもう何回も泣きましたし、何回も苦労しましたし、誰かを多分その時に傷つけたかもしれないです。そして巡り巡って今のメンバーと出会って、おのおのの思いを一つにしてまっすぐに進んできました。そしてその行く道の中でみんなと出会うことができました。俺たちが抱いた悲しみ、憎しみ、思い、これをずっとサディの楽曲と歌詞に詰め込んできました。それに賛同してくれるみんながついてきました。これが僕たちサディの10年の奇跡です。本当に出会った仲間もいれば、いなくなった仲間もいますけど、今日ここで俺たちサディが10周年やったことをどこかで耳にしてくれたり、いけなくても思ってくれれば、俺たちサディはここに立ったことが幸せだと胸張って言います。もちろんこうやって遠くから集まってきてくれたみんなはそれ以上に感謝してます。これから先いろんなことがまだみんなの人生の中に降り注ぐと思いますけど、俺たちの培ってきた、一緒に作ってきたこの10年の奇跡、これがあれば何にも怖くないです。ですんで今日という日の思いを一生ここに入れて生きてください。ありがとうございます。
これから先も一緒に生きていこうぜ。バイバイ。場所に誓った。